ホー、皆さんこんにちは、ジュリアです。はい、今日はね、ちょっと今まであんまりこういうことを話してなかったんだけど、いつも私が肌について気をつけてることのちょっとブログをね、撮っていきたいと思っています。なんか朝だから全然言葉出てこないんだけど、で、私ね、1年半ぐらい前、このジュリアインスタイル始まった時ってすごい肌荒れしてて、とりあえずニキビがなんかめちゃくちゃできまくったのね。で、この間その時の動画を見返して、すごいあの時悩んでたなと思って、でもなんか最近肌の調子がなんかよくなってきてで、最近なんか私変えたっけなって思って考えてみたら、いくつかちょっと変えた点があったから、じゃあそこをちょっとみんなにねお届けして、少しでも参考になったらいいかなと思って、今日は私がねいつも気をつけてる美肌への習慣をちょっと Vlog にしてみたいと思います。ということで、まだパジャマなので一旦着替えてからまた動画撮ります。じゃあ着替えてきます。はい、着替えてきました。今からメイクするんだけど、スキンケアをしていきたいと思います。で、朝の洗顔は基本的に水だけでしてるんだけど、ちゃんと洗顔フォームでしてる人もいると思うし、水だけの人もいると思うんだけど、なんかどっちがいいのかってね、そんなにわからないですよね。私はね、パキパキしすぎるのも良くないのかなと思ってお水だけにしてるんですけど、で、それはずっと変わらないです、もう昔から。で、これ何かっていうと、顔の産毛をねこう取ってくれるものなんだけど、名前がね、チョイソフィーナ、チョイソリーナだっていう名前なんだけど、これね、前にめっちゃ前に YouTube で出したアメリカンファーマシーの購入品動画で映ってるやつです。これ顔の産毛をこう剃ってくれるものなんだけど、たまにやってます毎日じゃない、こんな感じで、なんか肌に優しい感じだから全然ね、痛いとかもないんだけど、なんか私ほっぺたの産毛がねすごいねあるんですよ。はい、軽くやりました。もうカメラで見ると何が違うのっていう感じだと思うんですけど、でもやっぱさ、あのトーンがちょっと上がる気がするよね、お肌の。そしたら最近はね、これ使ってます。バイギュアのね、ビタギングトナーパッド拭き取り化粧水をまず使ってる。これがね、いいと思うんだよね。もう残りがね、結構少なくなってきたら、さらに化粧水がひたひたになってきてて、すごいわかるかな、ひたひた。で、これをね、まずは、こう、優しくお肌を滑らせるように、こんな風に、拭き取り化粧水で、余分な汚れというのかな。結構拭き取った後ね、ほこりとかついてるんだよね、顔に。を取っていきます。洗顔しない分ね、多分汚れとかって取れてないと思うから、拭き取り化粧水はね合ってるかなって思う。よく見るとね、やっぱホコリがすごいついてる。多分ね、みんなわかんないかな、めちゃくちゃ細かいんだけどね。はい、そしたらこの後にイプサの化粧水です。ほんとイプサの化粧水ってお水みたいにサラッとしてるよね。なのでたっぷり手に取ってたっぷりつけていきます、首にも。そしたら次、もう残りが少ない、これキールズのね、クリアリーホワイトブライトニングエッセンス。これは美容液、美白美容液になります。手に出して顔全体押し込むように。今日ね、今からネイルに行くの、イエーイ。このグリーンとはおさらばですね。そうね、伸びてるね、若干伸びてる。今日はどんなネイルにするでしょうか。はい、終わり。そしたら次、イプサの乳液、私は8番。肌診断をしてもらってこれが合ってるということで、今はこの番号を使ってます。はい、しっとり整いました。そしたら次、はい、ラロッシュポゼの UV イデアプロテクショントーンアップローズこれは日焼け止め乳液化粧下地。あと最近気をつけてるのが、こういうものを肌に塗るときにこう下に下げないように塗ってる。少しでもこう上にみたいな感じで持ち上げるように優しく塗ってます。なんか今まで私ね、適当に塗ってた時こう塗ってたんだよね、下に下げるように。それダメだなと思って、自ら下げてるなと思ったから、上に上に
上に塗るようにした。そしたらここからはメイクに入っていくんだけど、あのね、ファンデーションもね、汚い。このイプサのね、ファンデーションがすごい綺麗なんですよ。だからね、おすすめしたい。なんかマットっぽいんだけど、みずみずしいみたいな、なんか不思議な感じなんだけど、すごいいいのでね。それをこういうね、スポンジでトントントンって入れていくんだけど、めちゃくちゃいいです。ぜひ皆さんお試しあれ。じゃあちょっとメイク、パパパッとしていきます。はい、メイクが完成しました。今日はちょっと珍しくピンクっぽいメイクにしてみたんだけど、わかるかな？はい、そしたら今から準備して、お家を出てネイルに行きたいと思います。じゃあ準備したら行ってきまーす。ネイルに行ってきまーす。今はグリーンでした。こんな感じの。今日はどんな色になるのでしょうか。あったかい。今日最高。あ、めっちゃあったかい。寒いかなって思ったけど、全然ちょうどいい。豆食べてるの。ごめんなさいね。美味しい。蛇腹のラーメンおすすめ。じゃあネイルに行きます。楽しみだな。もうね、だいたい決まってるんだけど、デザインはちょっと珍しいかもしれない、色的には。だから楽しみ。ネイルが終わりました。今回のネイルはじゃーん、こんな感じです。またやってしまった。こんな感じ。今回はね、シルバーブレンチにしたの。そう、可愛くない？この先端だけシルバー入れてね、ミラーネイルなんだけど、可愛い、シンプル可愛いって感じ。こんな感じです。また言った。あう。はい、お家に帰ってきました。ただいまです。今から夜ご飯の準備をしようと思ってるんだけど、今日はお肌にいい夜ご飯ということで、お味噌汁とあと鶏胸肉の照り焼きチキンとサラダを作って、ちょっとあの照り焼きチキンサラダみたいな感じにして食べたいと思っています。ということで夜ご飯作りましょう。私あのお味噌汁の具材であれが大好きなの。さつまいもが入ってるお味噌汁が大好きだから、さつまいもをね、見に行ったの。見に行ったっていうか買おうと思ったのね。そしたら売ってなくって、さつまいも。ちょっと残念だったんだけど。皆さんは何の具が好きですか、お味噌汁。だから今日は玉ねぎとなめこの味噌汁にします。なめこも玉ねぎも本当に美味しいよね。私ね、1番はさつまいも、2番目が玉ねぎ、3番目なんだろう、でもキャベツとかも結構好きなんで、美味しいですよね、キャベツの味噌汁。はい、じゃあ作っていきます。そしたら照り焼きチキンの照り焼きのソースを作っていきます。クラシル見てます。はい、まず醤油大さじ 1.5。 でさ、醤油がもうないんだよね。この前も言ってたと思うんだけど、え、やば、めっちゃギリギリかも。出てこい。あったー。はい、 1.5。 みりん大さじ 1.5。 1.5。 料理酒大さじ 1.5。 はい、で、お砂糖が小さじ2。 1、2。 混ぜます。うん、いい匂い。まだ照り焼き感は分かんないけど、甘じょっぱい香りがしますね。いい匂いです。そしたらお肉焼いていきましょう。お肉焼いてます。美味しそう。焼き色がいい感じですね。量多いでしょう。これはね、明日の分もあるんですよね。だからちょっと多めに焼いてるんだけど、もう少し焼いたら上に照り焼きソースをかけていきます。あ、アスパラ入れちゃおう。
成しました。なんか用途はみたいな感じなんですけど、照り焼きチキンのサラダとお味噌汁っていう感じの簡単な夜ご飯なんですけど、食べたいと思います。ジャック君、また来るの君は。いつも来るね。いい匂いする。ということで乾杯。おいしい、お茶おいしい。いただきます。うん、おいしい。ダメダメダメ、気をして。いい子。うん、うん、うん。やっぱ野菜はなるべく取りたいなと思って意識するようにしてんだけど、だいたいいつもなんかワンプレートご飯みたいな、本当にタコライスばっかり食べてたんだけど、タコライスってやっぱり野菜も取れるし、前から言ってるけど、なんか体にいい気がするじゃないですか、彩り的に。でね、コストコでね、タコライスセットみたいのをね、前に買ったやつが結構あって、量がね、それをね食べてたんだけど、やっぱそれを食べないとって思うとタコライスばっかり作っちゃって。美味しいからいいんだけど、うん、美味しい。お味噌汁美味しい。でもちょっと味薄い。ちょっと味噌足そうか。美味しいですね。最高です。うん、アスパラも美味しい。アスパラも一緒にね、照り焼きチキン味になっちゃったんだけど、美味しいです。うん、また帰ってきた、りょくくん。ジャックなんかね、ギリギリのところでね、ペロってするのやめてくれるの分かる。なんかつかないようにね、ペロってしてくれて、ちゃんと距離感分かってると思ってね、いい子なんだよね。お風呂入ってきました。やばい、乾燥してる。夜のスキンケアなんですけど、前にも紹介したアーレスをまず使ってます。これブーストポンパーって言って導入美容液なんだけど、振って、もうちょっとしかない、振って手にトントントンってちょっとだけ取って顔全体につけます。導入液だから、これをまず塗ってから化粧水をつけた時にしっかり浸透してくれるというものですね。でその後は同じくアーレスの化粧水、これめっちゃねトロッとしてるの。ちなみに私はいつもね、オイルクレンジングで化粧を落としてます。お風呂に入って一番最初にまずオイルクレンジングをしてからザーッと洗っていく感じなんだけど、拭き取りとかもあるけど、皆さんは何を使ってますか？で化粧水したらいつもこの後はこれね、同じくアーレスのフェイスクリームつけるんだけど、最近はパックするようにしてます。これ使おう。今日はファーミュドリームグロウマスク、透明感とキメって書いてありますね。そう、やっぱりパックするとなんかすごいみずみずしく感じるよね、お肌が。開かない、手が滑る。なんかさ、次の日ちょっと気持ちだけど、気持ちというか間、そう、気持ちなんかちょっと潤ってるし、ちょっと透明感あるかなみたいなさ、ちょっとね、みずみずしいお肌になったんじゃないかなっていう気分まで味わわせてくれるので、パックはね、なるべくやるようにしてるんだけど、3日に1回くらいかな。でもね、このパックね、トゥルントゥルンすぎてめっちゃいいんだけど、ちょっとつけてみるね。あのね、トゥルントゥルンなの分かるかな？分かんないよね。なんていうの、落ちてくるんですよこれ、時間経つとどんどん。だから多分このパックやるときは、本当は100均とかで売られてる、こうなんていうの、かぶせるやつ、耳にかけてさ、パックがずれなくなるようなストッパーとかした方がいい気がするんだけど、めっちゃねどん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 下に落ちてくるの。だからなんかトゥルントゥルンすぎるパックも難しいなと思って、ほらもうすでに口がこんな感じで、余ったものは首につけたりとか腕に広げたりしてます。よし、そしたらパックしてる間にリビング戻ってちょっとノエルジャックの様子を見に行きます。こんな顔して結局 YouTube のサムネ作ってました。あと20分くらいでアップでね、急げーと思って結局向こう行ってない。もう落ちてきてる、ダルダル。今日はね、ユニクロのね購入品紹介で
息できないと思ったら鼻に入ってるじゃん、バッグ。これね、これ今これ作ってました。無事完成、よかった、間に合った。よし、ちょうどよく10分ぐらい経ったので、ペリペリ。なんかね、前よりもね、サムネ作るね時間がね早くなった。ちょっと余ったマスクを滑らせる。そう、前はねめっちゃ時間かかってたんだけど、だいぶねサムネ作る時間は短くなりましたね。最近が短いな。なんかね、パッてもう頭の中にこの文章を入れるみたいなの決まってるからか、やっぱ分かりやすい動画だと、ユニクロ購入品とかさ、だともうサムネってパッて思いつくんだけど、はい、さっき見せたアーレスのクリームを最後になります。でもね、逆にね油断してると、あ、やばい時間だ、やばい10分前だみたいになっちゃうから、ダメなんだけどね簡単にできるって思ってちゃダメなんだけど、簡単にできるって思ってて油断して、ほんと時間ない時こそサムネ作るのに30分ぐらいかかったりしちゃうからさ、ダメなんだけどね上に優しく。よし、ツヤツヤになりました。そしたら向こうに本当に戻りまーすネイル、ジャック、ぐちゃぐちゃだねすごいおもちゃがもうすごい散らばってますけど、ジャックネイルくん、ネイルくん昨日トリーミング行ってきました。あ、昨日じゃない、2日前だね。ペロ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 、あのね、ネイルしてきた日はね、なんか爪がすごいねオイル塗ってくれるんだけど、いい匂いみたいで、ジャックとかもすっごいクンクンペロペロ、クンクンペロペロしてくんだよね。ジャックくん、目が輝いてるね、目が宝石みたいだね。ネイルくんも目目宝石。あら、タピオカくんでした。いくいく、ホットドリンクを飲みます。今日はね、これにしようかなと思うんだけど、これなんかね、あの前のイベントの時にいただいた紅茶で、おやすみブレンドっていうねものです。商品名がドリーミングっていう名前、ドリーミングかわいいね。ハーブティーです。レモングラスとかラベンダーとか、バタフライピー、クワの葉とかが入ってるらしいんだけど、これねすごく美味しい。でなんか色がねブルーになってね綺麗なんです。だから夜はね、これはね結構飲んでますね。それが柚子茶かリンゴ茶かその他の紅茶とかね。なんか私あんま水分取らなくって、なんかお水とかもそのまま飲むことがあまりないの。お茶とかはあるけど、だから夜は紅茶とか飲んだりして、ちょっと水分ね美味しく飲みたいなと思って、あとあったかいのも体にいいし、こんな感じで夜はゆっくりお茶飲みながら過ごしてるっていう感じです。なんかおでこがすごい光ってる。おでこはね、荒れることがねないんだよね、なぜか。荒れるとしたら本当にほっぺたなんだけど、なんか一箇所だけこの辺赤いプツっていうのと、ここら辺にあるプツっていうのがずっと治んないけど、それ以外は今はね結構いい感じかなーっていう感じ。こんな感じで青いんですよ。すごいでしょ色。あ、危ない、ブルーなのー。でもね、すっごく美味しいの、これが。ちょっと冷ましてから飲みたいと思います。熱っ、まだまだ熱っ、うん、美味しいじゃあちょっとね、のんびりタイム過ごしていこうかなと思います。今から寝るところですいちいち今何してるか説明してんの。はい、最近ね私使ってるんだけど、これ知ってる方います？セラミド200。これね、セラミドってすごいお肌にいいらしくって、最近寝る前これをつけてから寝るようにしてて、やっぱなんかちゃんと保湿はしてるけどさ、ちょっと時間経ってるから、しっかりなんかもう一度こういうものをつけた方がいいんじゃないかと思って、これをつけるようにしたのね。で、これをつけるようにしたからなのかわかんないけど、本当になんかお肌が最近なんか調子いいのもあるし、なんかこのほっぺたのこっち側、なんかこっちはね、ちょっと赤いのさっきあるって言ったんだけど、それよりもこっち側の、なんていうの？なんかほくろがないからなのか、なんかツヤっと見えるんですよね。
これのおかげなのかは分かんないけど、直接的な関係があるのかは分かんないけど、これを使ってからちょっとだけね、そういう風に感じるようになってきた。あとね、使う順番とかは全然分かんない。分かんないっていうか、全然合ってないと思う。これ多分本当は化粧水の後とか、化粧水の前につけるものなんじゃないかなって思うんだけど、私は寝る前にこれを最後つけてます。そしたらちょっとベッドの方に移動します。やってまいりました、ベッド。ちょっと2歩動いただけなんだけど、あのね、一つみんなに言いたい。こちらですよ、こちら、これ枕。私ね、今まで枕カバーを洗う頻度って普通はどのくらいか分かんないんだけど、1週間に1回ぐらいのペースで洗ってたのね。なんだけど、私思ったの、これ洗うのってめっちゃ大事だなと思ってて、皆さんってどのくらいに1回洗いますか？で、1週間に1回は早いのか遅いのかよくわかんないけど、3日に1回とかにしてんの最近。っていうのもやっぱりさ、こうやって最後にいろいろつけたり保湿したりとか、ヘアオイルつけたりとかして、こうほっぺた直接つけてるじゃないですか、毎日寝るときにね。そしたら絶対に綺麗じゃないんだろうなと思って、枕カバーって。だから3日に1回洗うようにしてから肌荒れしなくなった気がする。そう、だからもし今肌荒れで悩んでる方いたら、枕カバーを早めに洗ってみてください。これ多分めっちゃ大事だと思う、最近気づいたの。でね、最後寝る前これ使ってます。前もね紹介したことあるんだけど、ソフィスタンスのアイクリームです。そう、アイクリームね塗るようにしてて、ちょっとだけ出して、まあ、目に入らないように気をつけながら、この下まぶたのところちょっとなんかシワに将来なりやすいんじゃないかなみたいなところにこう塗っていってます。でもね、私さ悩みがあるんだけど、寝る前めっちゃあくびが出るのね。あくびが本当に止まらないの、寝るまで止まらなくって、もうひっきりなしなんですよ、あくびが。そうするとさ、涙が出るの。まあ皆さん出ると思うんだけど、あのね、涙って私調べたんだけど、なんで出るかっていうと、あくびによってこの表情筋が動かされて、そしたらね、涙を溜めてる袋があるのかな、それがね動いたら涙が出るらしいのね。なんだけど私顔動かさないようにあくびしてんの最近、でも全然涙が出るの。だからさ、せっかくこうやってアイクリーム塗ってんのに涙涙って感じで拭いちゃうとさ、ちょっと意味ないじゃないですか。涙をね止めたいという悩み。ということで、以上私の毎日、ここ最近毎日してるちょっとお肌のケアのお話をしながら今日は Vlog を撮ってみました。だいたいこんな感じですね。やっぱり食生活とかはなるべく野菜を摂るようにしてたりとか、お水はあんま飲まないから、その分夜はホットティー飲んでちょっと水分取ったりとか、あったかいもの取ったりとか、まあ昼間がね結構外食しちゃったりとか、カフェしたりラテ飲んだりするからさ、その分補ってるような感じなんですけど、でも普段からあんまり私チョコレートとか揚げ物とかは好んで食べないんだけど、私すぐ顔に出るの、その焼肉とか行ったらもうね、すぐになんか肌が痒くなってくるというか、もうなんか油取ったって感じになってくるの。だからそれが嫌で、あんまり頻繁に行かないようにしてたりとかしてるかなって感じです。ぜひ皆さん の、 あのスキンケアで気をつけてることとか、お肌の悩みとか、なんかこうしたら綺麗になりました、こうしたら透明感上がりましたみたいな方法があれば、コメント欄で教えてください。こういう食べ物いいよとか、ぜひぜひあったらすごく参考になるので教えてください。ということで今日はこんな感じの目指せ美肌 Vlog でした。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。明日からね、ちょっと一泊二日で名古屋の方に行ってきます。そちらの Vlog もお楽しみにしててください。バイバーイ、おやすみなさーい。